ユダヤ教の執着開式、その辺も、大賀さん、その前でその決定に従う変化は、あるのだろうか？それとも、何かの二択はこれから始まるのか、言論と、ストレスと。自分の雅市場とアルイハユダヤ教のそれと、お金、というニュアンスでは同じ、しかし、どっち？これは、どっちか？だ。ともかくわかっていることは現行のそれでは、民主主義も経済も好ましい状態じゃない、ということではある。神とは何か？アルイハ。紛争解決機構が二つあっては困る、わけだ。どっちの結果が正しい？という事態は、物理的騒乱につながる。ユダヤ教は何を神としていたか、それに対し、雅市場、その現状とは、大賀さん、それに設定した神、それはユダヤ教の思想に合致しうるか、あるいは同意を得たのか。決着はついた？という、そういう意味か。